大体10分で覚える英語の授業原神編。ハロー、こんにちは、日本皆様、マステクのアットキでございます。ということで、今回も原神を使って10分間英語の授業をやっていきましょう。前置きというか、まあ、この動画の詳しい説明は、まあ、概要欄を読むか、もしくは、1個前のパート1の動画の方を、見ていただけると助かります。まあね、ちょっと10分しかないので、メインの授業の方、多めに入れていきたい所存でございます。というわけで、早速、いつも通りね、まず日本語の方を見ます。で、その次に、英語の方を見ながら、ちょっと解説を入れていきます。で、最後に英語の方をフルで流します。まあ、大体、本筋はこんな感じ。いつも通りですね。はい、ということで、やっていきましょう。レッツゴー。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。はい。というわけで、素晴らしいシーンでしたね。いやー、やはり迫力がある、迫力がある。というところで、このシーンをね、今度は英語字幕と英語ボイスで聞いていきたいと思います。やっていきましょう。Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now.はい。というところで、片っ端からね、セリフの解説していきます。途切れ途切れでね、ちょっと見てて気持ち悪いかもしれないんですけれども、ご了承ください。最後の方に英語のフルバージョンは一気に流すつもりなので、気になる方はね、そちらの方一回飛んでみてください。それでは、まず見ていきましょう。よそ者、お前たちの旅はここまでだ、のところ、英語だと、Outlanders, your journey ends here.っていう表現になってますね。まず、Outlanders。これどういう意味かっていうと、よそ者って意味ですね。こっちの方が。で、なんで、これ結構単語としては分かりやすいと思うんですけど、Out っていうのが、まあ、外っていう意味があるじゃないですか。まあ、外側だとかみたいな、そういう意味があると思うんですけれども。で、Landers。Land っていうのは、まあ、大陸とか、まあ、場所ですよね。で、場所の外の人たちっていうことで、Outlanders っていうのが、よそ者っていうのは、これは、言葉の単語を結構想像しやすいと。意味は想像しやすいかなと思います。で、your journey。で、journey っていうのは、まあ、英語で旅って意味ですね。で、あなたの旅は ends。ends っていうのは、まあ、end の、動詞ですね。ここで、終わりっていう意味で、で、here がここっていう意味になるので、よそ者、お前たちの旅はここまでだっていう表現になります。非常にわかりやすいと思います、ここは。で、次、ホタルが、天理の調停者に対して、who are you? と、言ってるんですけど、まあ、これは、一般的なフレーズですよね。あなたは誰?っていう、すごくわかりやすい、フレーズが出てます。まあ、結構ね、日常的にもよく使う単語なので、ここ覚えておきましょう。で、次、この天理の調停者がというところのセリフ。ここですね、英語くっそむずいです。正直どう翻訳すればいいかっていうのは、正直、みほよさんしかわかんないところなんですよね、ここは。まあ、一応片っ端から見ていくと、まず、最初の単語、the sustainer。sustainer っていうのは、どういう意味かっていうと、まあ、sustain っていうのは、持続的なとかそういう意味があるんですよ。持続的な発展とかっていうのを、英語で sustainable development っていうんですけれども、サステイナーが多分調停者っていう単語に当たる、ところだと思います。ここだと。まあ、調停っていうのはまあ、日本語に置き換えると、何かのバランスを保つものみたいな表現があると、に近いか、表現があるっていうか近いと思うんだけれども、まあ、サステイナーっていうのも何か、まあ、持続させる意味は何て言うのっていう、なんで持続させるのっていうと、まあ、維持をするためっ
ていう意味があるので、多分、何かを維持するものっていう意味でサステイナーっていう表現が使われたんかなっていうのが個人的な見解です。で、Heavenly Principles、まあ天理っていうところを、Heavenly Principles っていう表現になったと思うんですけど、まあ天の理ってことで、多分、まあヘブンっていうのは、まあ天国って意味なんだけれども、ヘブンリーだと ly をつけて、形容詞。これちょっと気をつけてください。普段基本的に ly がつく単語っていうのは基本的に副詞が多いです。フレンドリーとか一部例外はあれど、基本的に ly がつくのは副詞が多いんですけれども、ここに関しては形容詞といい、ヘブンリーは、形容詞です。これ結構難しいところなんですけど、まあ、意味だけ覚えるんだったら、ヘブンリーは、まあ、とりあえず、空の。で、プリンシパルズは、まあ、断りって意味ですね。まあ、天理っていうのを、まあ、そのまま、分けて、二つに分けて、まあ、天の断りっていう意味で、Heavenly Principles が天理という表現になります。なので、この天理の調停者が、The Sustainer of Heavenly Principles っていう翻訳になりますね。で、が、何をするの？はい。ここで、人の子のおごりに終焉を。日本語だとクソガキやな、ここ。で、ここ、英語だとどうなるかなんですけど、The arrogation of mankind ends now っていう、表現になります。まあ、これが、どういう意味かっていうと、一個一個見ていきましょう。まず、最初の単語、arrogation なんですけど、これはおごりっていう意味です。おごりというか、傲慢に近い、単語の意味です。まあ、おごりも傲慢も基本的には変わらないので、まあ、大体ニュアンスとしては非常に近いと思います。で、次。Arrogation of mankind。まあ、誰のおごり？mankind、人の子ですね。日本語だと人の子になってるんですけれども、まあ、英語だと mankind。まあ、これは人類っていう意味になりますね。ここで、まあ、表現のちょっとした違いかな？これに関しては。多分そこまで深い意味はないと思うんだけど、まあ、人の子って結局人類だもんね。だから、ただの人っていう表現にするよりかは何か特別な単語にして、意味を深めたかったのかな？制作者の意図的には。多分そういうニュアンスがあるんだと思います。で、ends now。まあ、ここで終わらせるよというところで、終焉をっていうね、単語は、結局、終わらせるよって意味なんで、ends now っていう表現を使ってます。はい。で、さっきのムービーには入れてないんですけれども、このシーン、双子を一人選んでくださいのシーン。まあ、これはシンプルにちょっと訳していきましょう。select a twin というところで、まあ、セレクトが選ぶ。で、twin っていうのが、双子って意味になります。だから、双子の中から一人選んでくださいっていう、表現になりますね、これで。さあ、選んだ後のストーリーをちょっと見ていきましょう。ここね、ほんと常々私思うんだけどもね、声低くないか？こっちの声優さん。英語の声優さん、まあ、しょうがないよ。元来のこいつだもんね。ただね、俺、ソラ君の声もっと高いイメージがあるんだよね、どっちかっていうと。これはあくまで本当に僕個人の、わがままです。すいません。ムービーを止めて。はい。じゃあ続き見ていきましょう。ここ日本語だと黙って攻撃してるのに、英語だとあれなんですよね。掛け声があるんですよね。どういうディレクションの違いなのかちょっと気になりますよね、こういうところ。はい、というところで、まあ、ここに関しては翻訳しなきゃいけないのは、後半のちょっとしたセリフですね。まず、Wait, don't go になるんですけれども、ここ日本語直訳じゃないんですよね。日本語だと、待て、どうするつもりだっていう表現なんですけれども、英語だと、Wait、 まあ、待て。そこは変わらないんですけど、Don't go っていうのは、行くなっていう表現になるんですよね。まあ、直訳ではないだけであって、表現の違いっていう感じですね。ちなみに、どうするつもりだっていう英語の表現にしたかった場合は、アニメ風潮ではないんですけれども、一般的に言うと、What are you going to do? みたいな表現になります。まあ、多分長いんだろうね、セリフ的に。Wait, what are you going to do? っていう形にすると、多分ムービーの尺的にちょっと入りきらなくなる可能性があるので、多分セリフが変更された可能性はちょっとあります。give my sister back。 まあ、これ簡単ですよね。妹を返せっていう意味になります。まあ、give back が、返せっていう表現になるので、じゃあ何を返せっていうのを、give と back の真ん中に入れてるんですよね。give my sister back。 まあ、これよく使う表現なんで、まあ、give me back っていう表現が一番わかりやすいと思うんですけれども、まあ、これを、my sister に置き換えるっていう感じですね。まあ、ここも直訳じゃないんですよね。日本語だと、よくも俺を妹をって書いてあって、英語だと、俺の妹を返せっていう表現になって、まあ、どっちの方が場に合ってるかっていうのは本当に、
編集者っていうか、まあ翻訳してる人の気分っていうか、まあ考え方ですよね。これは結構面白いところだなって思いました。はい。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後にね、英語の版のフルムービーを見ていくので、自分がどれだけ、理解できるようになったかを、比べてみるといいかもしれません。それでは楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、またお済みいただいた方よろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。さらばー。Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. はい、皆さん、今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントとよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。